drug to ease my pain. I was wondering if you ever see me again. I keep running and I don't know why. はい、おはようございます。てんてんです。本日3月の27日、ブレイス平間店さんでの実践収録なんですけども、抽選が36万ですね。めちゃくちゃ中途半端、ポスターがある。めちゃくちゃ中途半端な番号で、まあ、天然はもちろん取れないとして、その奥にあるカルバに行っちゃおうかなと思ってるんですよね。はい、ということで全くの無知なんですけどもね、もうそろそろ新しい、機種を攻めようかなということで、ガルパンからスタートしたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。てんてんです。本日3月の27日ペリス平間店さんで1枚目失礼したいと思います。打つ機種が、ガールズ&パンツァー、ガールズ&パンツァーですね、最終章ということですね。全くの、無知、初打ちでございます。よろしくお願いします。まずですね、知識などを、蓄えたいなって思って見に来てくれた方、本当に申し訳ございません。全くないです。いきますということで、ガルパン G ね、6号機のガルパン G はめちゃくちゃ好きだったんですよね。けどちょっと同じタイミングで天然が出ちゃって、天然めちゃくちゃ打ち込んでたらいつの間にかもう信頼じゃなくなってったみたいな感じなんですけども、まだまだね、人気、さらに結構評価がね、周りの見てるとねいい感じなので、面白いんだろうなとずっと気になってた台でありました。でやっぱり AT 中はベルが重要で、ベル連で相手を倒せるっていうのは多分前作と同じだと思うんですけども、それもね味わっていきたいなっていうのと、上位 AT などもあるそうなので、しっかり上位入れて、見せ場のある動画を作れていけたらいいなと思います。で通常時は左はバー狙いで多分大丈夫ですね。でこれベルで、7回ベルが揃ったらなんかチャンスでシズットなどの抽選をおそらく行っているそうですね。で接点工事、1回目の CZ は上位が選ばれる、パーセンテージが高いので朝一はチャンス、さらに、リストカットは 65% で、天井短縮500ゲームになるのかな多分そうですね。通常の天井は、1111ゲーム消化なんですけども、リセット勝った場合は500に、短縮されている可能性が 65% でございます。で天井恩恵は、AT の正射動ですね。これ双眼鏡ですね、スイカみたいな扱いなのかなといった感じでございますが、左にいる、バー狙いで中右は基本的に適当で大丈夫だそうですね。朝一リセット内は、設定1でも、500ゲーム以内での AT 当選率は 90% あるそうですね。結構おいしいな。だね結構ハイエナ台って言われてるんですよね、このガルパン。で今、ベル7回からの、煽りが来てますね。でこのベル7回で何の抽選をしているかと言われると、おそらくチャンスゾーンの抽選だと思います。でここの、ベル7回からの CZ 突入率におそらく設定差があるのかなといった感じですね。ちなみに、ここのベルの下の背景ですね、背景も、これ多分デフォルトなんですけども、海底とか火山とかだった場合は、規定ベル、到達で CZ のチャンスだそうですね。おそらくこの夕方っぽいのが、スロット RR の広角ステージかなと思います。本機の内部状態100ゲームで1段階アップ、プラス CZ 当選までの状態の転落を話して、結構強いな、面白いねこれね。で、CZ 間天井が300ゲームですね。はいということで300ゲーム踏んだので、おそらく CZ 間天井、だと思います。そういうことか。CZ 間300ゲームプラスアルファで、CZ 間天井で恩恵が CZ 超広角率移行なのか。超広角中は連続演出発生で、CZ の子。はい、ということでおそらく CZ 天井ですね。ということで朝一リセットの台の、一発目の CZ に結構設定差があるっぽくて。通常のガルパンチャンス、上位のガルパンレースと2つあるんですけども、ガルパンレース設定1で 30%、設定6で 50% とかなり、幅があるので、朝一どっち来るか大切な気もします。なのでガルパンレース来い全然ガルパンチャンスだはい、普通のチャンスゾーンですねこちら。こちらのチャンスゾーン成功期待率約 32% ですね。いろいろと、チャンスゾーン選べるんですけど BCバジリスクチャンスにしか見えないんだけどはい、おそらくこれがデフォなのかなと、大洗女子学園のチャンスゾーン、こちらでいきたいと思います。で、CZ はおそらく初期で、勝利抽選を行っているのと、内部的ポイント100ポイントを、達成すれば到達すれば、AT 当選という2つの、抽選を行っていると思います。なので、この、CZ 中退するのは子役だと思いますね。まあ、もちろん霊役が一番、チャンスなのかなと思いますけども、結構引けてる。で、初期ポイント持ってる可能性も、あるそうですね。で、こういう子役なので、どんどんポイント貯めていこうといった感じですね。で、内部的に100ポイントいってれば、AT 当選。ちょっといいんじゃない？赤までいったけど、どう？なんか弱そう、だけどいっちゃえ。あ、そんな甘くないですね。はい、ということで、多分これで1スルーなんですけども、 CZ 終了時にプッシュボタンを押す、この次か、ここでプッシュボタンを押すと、なんかキャラクターが出るんですけども、これが CZ の次回 CZ とか天井とかの下ですかね。 CZ 天井の下だと思います。なんか多ければ多いほどいいみたいな書いてありましたね。制服以外のキャラだったら、レースの示唆だそうです。とりあえず1する。厳しい。ああ、いった。ベルからいきましたね。ベル7回からいきました。65ゲーム2回目のチャンスゾーン、ガールパンチャンス。そう、プッシュで、プッシュをしてランプの色でなんか初期ポイントの下かな、成功期待度の下ですね。青なんで一番下です。全然無理だ。2する。まあ、なんかポコポイントたまりましたね。これが、汚れ、祝宴ポイントと同じ、役割で、溜まりきった場合は、AT 確定だそうですね。AT プラスなんか恩恵ありか。はい、500ゲームいきましたね。朝一、説明したんですけども、設定1でも、設定変更かかった場合は500ゲームでの、当選が 90% と、書いておりましたので、まあ、ここ行ってくれなきゃ 10% を引いてしまったということになってしまいますね。ああ、そうですね、500の短縮多分取れてたっぽいですね。はい、ということで、投資20本でいきました。ゲーム数天井、今のところ、かなり難しいなといった印象でございます。はい、ということで、手術成功したので、ここから AT だと思うんですけども、ごめんなさい、本当に無知なので、ここからどうなるかとかも全然わからない。エピソード飛んできたり、普通のがあったりするのかな。適当知りんだね、これ。エピソード、川島先輩の留年防止、みんなバカなんかこれ。あ、留年防止はデフォルトエピソードです。他のエピソードが、チャンスチーム、まあ、AT レベルみたいな感じですね。それが高い、示唆をしているエピソードなども、あるそうですね。はい、ということで、ここからですね、AT の戦車道でございます。こちらメイン AT となりまして、平均キティは、637枚ですね。設定1でございます。トータルループ率が 76%、 意外と高い。まあ、前作のガルパン G と同じ感覚でいいのかな。まあ、ベルレンが、鍵といった感じでしょうか。まずは1戦目で、味方も多ければ、まあ、バジリスクタイムみたいな感じなんかな。はい、チャンスチーム2個持ってますね。はい、ということで、ベルレンがめちゃくちゃチャンス、ベルで敵を攻撃、リーアクでもチャンス。1234566人のか、俺ら6人の勝率 85%、 さすがに大丈夫だと思いますけども、全然ベルレンしてくれない。あ、オッケー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 。はいはいはい、1体撃破。相手何体いんのこれ。追撃、ナイス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 。なんか強いんだけど、あ、終わっちゃった。メル、これ大丈夫？大丈夫じゃない？倒した？あ、まだいんの？え、どんだけいんの？すごい倒してるけどな、無限に湧いてるんだけど、すごい倒してる。あ、え、どういうことこれ。さっきめっちゃ殺したのにまた3両になってんだけど。残り2、残り1。あ、これもらったでしょ。よし全滅。まだいる。無理。あ、最後ここでとどめを刺さなきゃいけないってこと？ちょっと待って、本当ににわかなんだけど、これはいったんじゃないですか。赤タイトルみたいなとこ行きました。女子稲葉の白うさぎ作戦です。お願いします。あー、なるほどね。 4両以上撃破すれば作戦発動濃厚だそうですね。だから発動いってんのか。まあこれは大丈夫だと思いますけども、チャンスアップっぽい。よしとりあえず駆け抜けは回避だけど、ちょっとゲーム性がいまだによくわからない。でここで、ランクの提示があると思うんですよ。 B ランク B じゃねえ、そこまでですよね。ガールズ&ボーナス、はい、195枚獲得して2セット目ですね。あ、なんか赤プッシュだったんだけど、なんかトラゲットしたんだけど、ライオンかそれ。はい、ということで、理解しました。前作とは違って1人で全員倒さなきゃいけないということですね。はい、作戦入ります。お仕置き作戦星 2.5。 ああ、それなんかね、知ってるよ。2択当てればもう勝ち確みたいなやつですよね。これボタン反応するのかな。あ、でな履歴が出てきた。圧倒的に中右左が多いんで、中右左でいきたいと思います。中右左、うわあ揃ってるです。知る。よしうまいです。いや気持ちいいね、このリヒルゆっくり気持ちいい。オッケー、今のはすごいうまかった自分。あっ、神曲流れてる。ランク B です。 OK、 ガールズ&ボーナスいきます。3セット目、チャーシーム2個持ってます。ああ、ラスボス出ちゃった。どうなの、最終決戦みたいなの言っちゃってるけど無理だよね。はい、ということで終了ですね。197枚。これなんか AT 終了画面示唆あるっぽいですね。アンコーチームデフォルトです。はい、まあ自力感あっておもろい、けど、そうっすね、まだ分からないって感じですね。やっぱね、バジ3とかもそうですけど、自力ベルのゲーム性ってすごい好きなんですよね。で、18終了後の、CZ1 回目は、上位のガルパンレースに、突入する可能性が、いつもより高くなってるので、まあ、そこも狙い目っちゃ狙い目なのかな。金タイトル、これ金タイトル、下パンで点滅したんだけど、双眼鏡引くんだけど、ガルパンレース来てほしいんだけども、おそらく CZ は取れてると思います。チャンスアップ OK49 ゲーム、いいやつ来い。ただのガルパンチャンス、さっきね、バトル告知は成功したので、違うやつにしてみようか。ちょっと僕ね、サウナ好きなんで、サウナやろう。最終ゲームまでサウナの暑さを我慢できれば戦車道いきます。いや本当にそう、ね、人生の大切というかね、なんだろうね、もう私服ですよね。せっかくサウナ選んでるので、ちょっとサウナの話したいんですけども、最近ね、ミュージックサウナにハマっててね、30分に1回爆音で曲が流れて、ラストのサビになったらエアコンバンバン来て、椅子が全部レインボーになるんですよ。ぜひ行ってほしい。あと1人いる？あと1人いるわ。無理なんか。無理、もうサウナ。めちゃくちゃサウナ。水風呂行ってたんか。オッケー、一発目でいただきました。50ゲーム、持ちメダルです。いや、今のは嬉しかったね。サウナ好きなんだやっぱり。OK、 留年星デフォルトエピソード、はい、201枚枚数引き継ぎですかね。2回目の戦車道すごく綺麗で、ここもね、誰が出るかによって AT レベルのスター多分行ってますね。双眼鏡ナイス、震えるです、震えるです。3車両、ああおさん、あ、走るベルナビー最悪でも作戦うまいです。5車両、あ、すごいうまい、全部いっちゃってほしいんだけど、中左右うますぎる。6、これと、よし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 、押します。あ、震えないや、右左中、あ、天才、すごく天才、これ結構いい報酬もらえるんじゃない。はあ、走る神曲です。全車両撃破、すごい秒殺したよ。あ、 B なんだ、あ、全然 B なんだ、すごい頑張って聞いたけど全然 B だわ。ガールズ&ボーナス、はい、380万枚数引き継ぎでございます。チャンスチームは2つ獲得いきます。2セット目厳しいっすね。デフォルト、2連381枚でございます。ちょっと増えた。全くと言っておる何も起きませんでした。単発、単発本系なかったっけ。なんか AT 単発後は2回目の CZ がスルー天井になる可能性アップ。あー、蓄積中、蓄積小でも発生すれば出玉率 100% 超えなんで、まあまあこれは解放するまで打った方がいいか。天然とかと比べて発生はしやすそうだな。チャンスの失敗後30ゲーム目は、蓄積演出が発生しやすい。多分台でしたね今の。85ポイント以上あんのか。はい、263ゲーム2回目の CZ でございます。一応単発後なんで、ここが天井って可能性があると書いてあったんですけども、ちょっと完全告知怖いからやめますね。バトル告知にします。いや、サウナもいいけどね。弱地、ランプ緑ちょっといいね。緑か、おわー、チャンスアップ入ったよ。よし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 、これ天井なんかな、ちょっとよくわからないんですけども、いただきました。4回目の初当たりでございます。570枚、デフォルトですね。ちょっとね、むずいね、難しい。規定ベルからいきました。1回目の CZ レース来い。ああ、来たレース、本当に頑張ろう。ガルパンレースさっき失敗しましたけどね。ドキドキカップワクワクがいいんだっけ。 47% ありますね、成功期待度。いや、きついって。 2V1 強すぎこの人。1する、お、あー、ちょっと待って、今のは蓄積したんか。めっちゃでかかったぞ、それ。たまったんじゃない。大エフェクトですね。5ポイント以上、なおかつ、85ポイント以上溜まってますよと言った感じですね。さっき蓄積中華台見れたので、まあまあ、その溜まってんだよね。次ぐらいで解放しないかな。はい、3回目の CZ です。あ、いや、ポコポイポプチポコポイント溜まってたわ、やっぱり。すごいね、示唆出てたんですよ。でこれで、AD 確定プラス、アナザーウォーっていうのがなんかついてくるらしいんですよね。なんかここからキャラ振り分けがあって、薄いの引いたら、まあそれも恩恵強いかなといった感じですね。はい、102枚でございます。ほい、何これ。あー、これがアナザーウォーってやつかな。ケイさん、あー、オッケーオッケーオッケー。おううううう各校の最終戦まで短縮、3勝で上位 AT。え、強くない？え、強いじゃん。待って、なんかめっちゃイライラしてきた。めっちゃイライラしてきた。ベル1回しかいけないわ。マジここしかない。よし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 、いけ、全部いけ。ナイスリプレイ。ボタン震えない。中右左。あ、めっちゃ下手だわ。あはー、無理かも。無理じゃん。ええええ、うわー、下パに消えたんだけど。え、待って、そういうのある。あ、ここの双眼鏡で、え、これ上位もらえるのかな。え、わかんない、本当にわかんないけど、この双眼鏡マジナイス。とりあえずこれで3勝になるんだよね。ランク A ですね。とりあえず白7、これランク A だからだよね。で枚数が150枚プラスアルファ150、最低っぽいですね。なんか、ああ、そういうことか。なるほどね。3回勝てばいいってことね。とりあえずこれ次の高校の最終戦まで行ってくれるってことだよね。はい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 。なるほど。それで3回勝ったら上位ってことか。オッケー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 。さすがにね、そんな甘くないよね。いや、でも強いな、これ。しっかりなんか恩恵もらってる感じするわ。いきます。2セット目。頑張れ。いやー、もったいな。217枚。伸ばし方がちょっとわからないですね。うわー、なんか、当たりやん、こんなん違和感でしょ。ミニアンコが通過したですね。投資が62本、かなりしんどいです。本日6回目の、AT でございますね。最大今日500枚ぐらいなんで、まずそれを越していきたいなと思います。ちょっと元気なくなってきたから頑張っていこう。マジ頼む。本当に面白いと言わせてほしい。いや、おもろいんだけどね。おもろいんだけど、出し方がちょっと今のところわからない。そしてチャンスシーン3つ持ってるんで、初戦は大丈夫じゃないか、さすがに。よし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 、とりあえず駆け抜けは回避。ランクはおそらく B なんじゃないかな。あ、A だ。あれ嬉しい。オッケー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 。最低でも150枚。ベル。うわー、赤です。300枚来い。250。まあ、オッケー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 。あー、出た。ここでタク当てですか？中左右ですね。中左右。天才。2分の2。わー、すごいことになってんだけどな。これただの当たりだよね。でもあのタク当てなんだな。あそこで出てきたタク当て。あ、ちょっと待って、かわいいかわいいかわいい。あ、ひょいしちゃった。2連目。このぬるっと回ってからね、ぐるぐるが気持ちいいよね。あ、A だ、嬉しい。ボタン普通。いやー、最低保証ですね。震えない。よしよしよし、あと1回。なんもないか、ナビなし。おわー、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。本日2回目の、3戦目突破です。すごい、楽しさがやっと分かってきた。ランク3戦目なんで、A 来る可能性だよね。オッケー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 。ランク A。今のところ今日、これが最高枚数です。727枚で、ここからまた対戦相手が変わるんだよね。バジリスクチャンス学園じゃなくなる。 OKOKOK150 電報だけど下パネ消えてます。よし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 、これで、6戦目突破なので、あと最後ね、継続学園だっけ、なんかよくわかんないやつを3回倒せば上位 AT でございます。ねねねね、すごいよ、すごい。下パネまた消えた。下パネまた消えて。S、S 来い。ああああ、S、S、S は200枚プラスアルファでございます。それだけ？それだけでもでかいのか。あ、すごいいい音するわ。うわー、なんか綺麗。え、めっちゃ綺麗。あ、めっちゃ綺麗。あ、そういうの男の子大好きよ。開くんだこれ。めっちゃ怖い。200枚以上、なんか400枚とか怖い。それは超える。そこは超えて、200が最低、200プラスアルファって書いてあったんで、うわー、最低だ、最低だけど、なんか空いてくれてありがとう。はい、1208枚、ごめんなさい、ちょっとバカにしてたんですけども、結構なんか重要キャラっぽい、気まずいな、これ。さあ、次、また違う高校ですね。あと3戦勝てば上位 AT。継続高校、なんなん、継続高校、お願いします。ここね、ここまでいったら強いからね。全然無理なんだけど、いけそうっていう希望すら与えられず、最終決戦、レア来い。全然無理、全然なんかいけそうな雰囲気全くなしで負けちゃったよね。1208枚、でございます。投資が6万ぐらいいってるので、まだまだマイナスですね。厳しい。でもちょっと楽しさがちょっと分かりました。はい、ということで実戦終了したいと思います。初打ちのガルパンですね、本当に無知ですいませんでしたということですね。まあ、打った感想、やっぱりベルの自力感がかなり面白い、ただ、前作と違ってその1人で全員倒さなきゃいけないっていうのが、なんか思ってたのと違ったなといった感じでございますけども、まあ、そもそも僕は上位とか全然入れれなかったので、入れれたらもっと面白いんかなと、思いました。またね、僕じゃなくてもう1人の僕に打たせてみようかなといった感じでございます。はい、まあ、かなりボコボコにやられたんですけどもね、まあ、初打ちにしてはまあこんなもんかなと、まあ、こんぐらい負けてもいいかなといった感じでございました。楽しかったんでね、なんか本当にお金払って遊んだって感じ。はいはい、ということで、天然が店内めちゃくちゃ強いので、ここから軽く店内状況を紹介していきたいと思います。僕はまたこれいつかリベンジさせていただきます。終了。ありがとうございました。3月の27日、ペレス平間店さんの店内状況を見ていきたいと思うんですけども、まずこちらバジリスク絆2天然ですね、おそらく、片側5台、片側5台、10台あるんですけども、こっちがねもうほぼ全死頃、1000枚、6000枚、3000枚、4000枚、めちゃくちゃ強いですね。僕、その隣のガルパンツさんですけども、まあ、結構 見えれる状況だったんで見てたんですけど、エピソードバンバン。ですね。はい、続きまして、ガルパンもちょっと単品でありそうな感じですよね、1000枚しか出てないですけど。あとはこっちの逆転前からも2000枚7000枚オーバーバルブレイブ、バルブレイブ7000枚仮面ライダー2000枚、仮面ライダー1000枚ここどうなの怪しいなちょっと、筋肉マン1000枚と9000枚すごあ、バイオ4000枚バイオ4000枚そんな出てたのあ一撃だで最初ねギアスがめちゃくちゃ怪しかったんですけど並びじゃないかな2000枚1000枚か朝一めっちゃいい感じだったんですけどね。はい、そしてここのモンキーもすごい怪しかったです。5000枚、2000枚、1000枚。ここも並びなんじゃないかなとは思ってたんですけども、ちょっと諦めありですね、今。はい、続きまして、1回いきたいと思います。はい、1回ジャグラーコーナーですね。まず一番先に見えたのが、これ、マイジャグの多分並びですね。22の17、26の28、19の21。こっちか、28の16。全体的にいいな、ここ4台。マイジャグ結構やっぱ投入率高いイメージですね、プレスト平間店さん。で、2つ目怪しいのはここなんですよね。ハッピー、23の22の、ゴージャク27の22、ゴージャク18の26、ここちょっと並べ怪しいですよね。またぎ、機種またぎでの並び。はい、ということで店内状況、以上になります。いやー、天然座りたかったね、本当に。満開番号悪くていけないんですよね。バイオとテンテンありがとうございますということで、この盛り上がってるバジリスク天然いつか両番取って、座りたいなと思います。ガルパンもね面白かった、また次、もう一人の自分で打ってたらいいなと思います。階段登って息切れありがとうございました。